茨城県道303号船、玉川島停車場線筑生市船玉茨城県道303号船、玉川島停車場線は、茨城県筑生市内を通る県道で、東日本旅客鉄道水戸線川島駅と接続するための道路である。起点は筑生市船玉であるが、現在正式な路線名称では、船玉が用いられている。路線認定当時や、 路線認定の改正においては、船玉川島停車場線の名称が用いられていた。1959年10月14日、新たな県道として、真壁郡赤城町大技船玉を起点とし、下立市大技川島の川島停車場を終点とする区間を、本路線とする県道船玉川島停車場線として、茨城県が県道路線認定した。 1985年に路線認定の一部改正があり、地名の変更に伴って終点を下立市大技、伊佐山川島停車場に改められた。1995年に整理番号303となり、現在に至る。筑生市女方同市深川の国道5 5号交点までの区間をバイパスを整備中で、バイパスが開通すれば、 茨城県道304号、小川川島停車場線バイパスと延長接続される予定である。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。本県は終点の大技地名の変更により路線認定の一部改正が施行されたもので、本国寺における路線認定の改正前の終点は、 下立市大技、川島川島停車場である。本県は、終点の大技地名の変更により、県道の区域決定の一部改正が施行されたもので、本国寺における道路区域そのものは改正以前と同一である。AB 県道路線認定茨城県法、号外10月14日よりハット ABC、県道の路線認定の一部改正、茨城県法、 第7322号 P4AB 道路の区域決定茨城県法、号外10月14日よりハット ABCD、茨城県道路現況調書平成26年4月1日、現在。茨城県法、第779号対象9年4月1日、茨城県国時第147号より、県道の区域決定の一部改正、茨城県法。 第7322号、ピアニッシモ4号、県道の路線名及び、整理番号の変更。茨城県法、第637号、ピアニッシモ82、ABC、道路の区域の変更。茨城県法、第1501号、ピアニッシモ90、正後。茨城県法、第1504号、P17、道路の共用の開始。 茨城県法第2982号 P11 車両制限令の規定に基づく道路の指定茨城県法第92号ピアニッシモ1516車両制限令の規定に基づく道路の指定及び車両の通行方法の指定茨城県法第92号ピアニッシモ1617道路の区域変更茨城県法第十号 ピアニッシも10から11。ありがとうございます。